たったの20秒なんですけども、下腹にすごく効きやすいんです。腹筋をしても首が痛くなる、起き上がろうとすると腰が痛い、そういった方でも簡単にできるメニューになってます。下腹気になるよ、お腹引っ込めたいよ、今回止まっとく腹筋は20秒行うんですけども、ずーっとお腹に力が入ってますから、結果的に反復する腹筋運動の60回分の効果があります。止まっておくことによってアウターマッスルではなくインナーマッスルに効かすことができますから、お腹をへこませたいって方にはぴったりの腹筋方法になります。お腹をへこませる腹筋方法のポイントとしては、お腹をどんどんへこませながら息を長く吐いてください。それではいきます、スタート。ふーんとずーっと長く吐いていきます。はい、吸って吐きます。ふー、どんどんお腹をへこませながら息を吐きます。なくなるまで息吸ったらダメです。よーし、 OK。それでは寝ましょう。じゃあ、あぐらを組みます。下半身の動きとしては、上の足で下の足を押さえます。下の足は少し持ち上げます。下腹がすごく力が入ると思います。手は万歳します。足を少し上げておきます。この状態で20秒キープです。スマホこうやって持っててもいいです。20秒いきましょう。いきます。スタート。できる方は、手は万歳。しっかり上の足で押さえて、息を長く吐きます。はい、OK。それでは反対足も同じようにいきます。足を浮かせてスタート。長く吐きます。頑張って、オーケー。あー、あと2セットです。いきます、スタート。できる人は万歳、辛い人は手を前、首疲れる人は持っててください。しっかり下の足で上の足持ち上げて、よし、あー2回目は効く。いきます、スタート。息を長く吐いて、頑張って、うわーガー、うお、あと1セットで終わりです。頑張っていきましょう。よし、スタート。どんどん引っ込めて、声が出ない。いきます、気合でいきましょう。スタート。うりゃー、首力出し持っていいよ。頑張れる人はね、こうやってみて、こうやってみて、すごい効くから、こうでもいいよ。 OK。 ダークウォーク、腹筋抜いてこの位置で20秒キープです。止まってる時は息を長く吐いてください。それでは準備していきましょう。はい、これでキープです。お尻が出ないように、腰が反れないように、まっすぐキープです。息を長く吐いて、お尻を締めたまま、はい、手を戻したら腰を動かします。はい、前に行きましょう。同じようにキープです。お尻をしっかり締めた方がいいです。ちょっと腰を丸めるぐらいでまっすぐのラインが作れます。フォームがね、崩れるときは手を戻してください。はい、
腹筋を緩めます。いきましょう。お腹の力は自分でしっかり入れてください。肩がだるい場合はね、少し手を戻してもいいです。フォームが保たれる状態で最後までいきましょう。 OK。 これを繰り返していくことで鍛えられます。いきましょう。体をしっかりまっすぐ保って、お腹が下がっていかないように、お腹の力が弱くなったら手の位置を少し戻してください。頑張ってください。まっすぐ保たれる手の位置、辛くなったら手を手前にする、フォーム優先です。 OK。半分です。さあ行きましょう。どうですか皆さん、フォーム保てれてますか？あんまり手が前すぎるとフォームが悪くなります。8分目ぐらいの気持ちの負荷です。しっかり腰まれます。いきましょう。頑張って。倒れるよりは手を手前にした方がいいです。できるだけキープ。よっしゃ、あと少しです。まだ力が有り余ってるよって人はね、手をしっかり前にしてみて、これでまっすぐ保たれたらすごい効きます。よっしゃ、あと少しです。みんな頑張って。腹筋よりもね、こっちの方が簡単で鍛えられてますんで、頑張っていきましょう。よっしゃ、ラストです。頑張って。最後しっかり手前にしてみて、うおー効いてる、プルプルしてる。うわー、かー効いた。お疲れ様でした。頑張ってやった方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。